この13枚目のひまわりを取り戻していただきたいのです。犯人は SX28 号、通称クレーマンと呼ばれる人物です。では、自分の目で確かめてみますか。まさか、本物だってのか。そんなはずは。さあ、参りましょう。偉大なる芸術家たちが眠る場所。そうか、わかった。クレイマン一味と奪還や、廃屋に入ったまま30分経過。依然、動きはありません。うん、できれば絵も人間も丸ごと始末する前に本物が混じってないかどうか奴のコレクションを鑑定したいのだ。できるかね、始末屋の諸君。お望みとあらば。いかがですか。太陽の光には及びませんが、それでも十分明るいでしょう。これくらいの光がないと私のコレクションを楽しむことはできません。なかなかのものでしょう。ルーブルとまではいきませんが。あ、バンちゃん、これ描いたの有名な人だよね。ルノアールだよ。そう、その作品はルノアールが晩年までこだわり続けた女性美そのもの。どこにでも置けるようなこじんまりとした絵ですが、壁にかけて喜んでもらえるような絵が描きたい、そう言っていたルノアールの思いやりがあふれているとは思いませんか。その隣がゴッホの友人だったゴーギャン、続いてセザンヌ、ピカス、こちらはマティスですね。みんな綺麗だな。クレイマンさんよ。何ですか。あの13枚目のひまわりもここのコレクションもただの偽物じゃねえよ。さすがです。あなたなら分かってくれると思いました。勘違いするなよな。俺らは奪還屋だ。それもあのひまわりの奪還を依頼された。分かっています。なら、なんで俺らを連れてきた。それにこの絵は一体。それも奪還屋としての質問ですか、それともあなた個人の質問。申し訳ありませんが、絵についてはお答えできません。お二人をご招待したのは卑弥呼さんから話を聞き興味を持ったからです。それでここに来るまでの間にあなた方の腕を見せていただき、絵心を見せていただこうと思ったのです。そしてもしお二人が私のコレクションを理解できるようならば、あの悪党に代わり私がお二人の依頼人になろうと。絵画たちの永遠なる奪還のね。永遠なる奪還。俺たちはこう見えてもプロだぜ。依頼人を裏切るようなことは相手に契約違反でもない限り。だったらちょうどよかったんじゃない。あ、大勢でゾロゾロと。アブハチだけに刺しに来たみたいだね、バンちゃん。私のコレクションの多くはあのハチツという悪徳画商から盗んだものです。あの男はこれらの絵を安く買い漁り、高額の保険をかけ自ら葬り保険金を騙し取ろうとしていた。許せると思いますか。ここにあるのは画家たちが人生の全てを注ぎ込んだ、文字通り最後にして最高の傑作。それをあんな芸術を商品としか思っていない男に。絵はそんなことのために描かれたんじゃない。そんなことのために生まれてきたんじゃない。だから私は絵画泥棒になった。あの男から絵を守りたくて。話を聞く価値はありそうだな。じゃあそういうことで、あとは任したわよ、ゲットバッカーズ。卑弥呼。あれ、卑弥呼ちゃん帰っちゃうの。卑弥呼、てめえ人に面倒押し付けといて。何言ってんの。
私は運び屋。私の仕事はもう終わりなの。あんたたちをここに運んだ時点でね。じゃあね。はぁ、あ、ふざけんな。てめえ戻ってこい。ほら、ひみこ。ひみこちゃん。あ？なんか雰囲気変わったね。あ？昔に戻っただけだよ。さてと、で、俺たちに何を依頼しようってんだ、クレイマンさんよ。ご苦労だったね、奪還屋の将軍。これはこれは八津先生、自らお出迎えとは随分ご丁寧なこって。ひまわりもろとも俺らも始末しようってか。汚いよな、それってもろ契約違反じゃん。この場所を突き止めるために君たちを利用させてもらったよ。尾行屋に監視をさせてね。だってワンちゃん、そらまたご苦労なこって。君がクレーマン君かね。礼を言おう。君のおかげで随分儲けさせてもらったよ。しかしそろそろ潮時だ。その13枚目のひまわりを含め、君に盗まれた私の絵が全て偽物だったと世間に知られては都合が悪いのでね。偽物ですか、これが。科学鑑定の結果ではな、いずれも絵の具が新しすぎるのだ。この絵の真実がわからないと、やはりあなたに画商を名乗る資格はないようだ。やれ上等だ。なっさかんで。バカやめろ。何すんだよ。俺らは無敵の奪還屋、ゲットバッカーズ。デスバイト。覚えといてくれよな。さーて、八津元依頼人。アフターサービスの時間ですよ。夜な。やべ、油に。バンちゃん、絵が。何？いい。絵などもうどうでもいい。金にならなければこんなもの、本物だろうが偽物だろうが、燃えろ。全部燃え尽きろ。希望通り3億円現金でお持ちしました。お確かめください。いやいや、すみませんな、保険金の一部を現金でいただきたいなどと。これ以上盗難が続くようでは、我が社としても保険契約を解約せざるを得なくなります。こちらとしてもまさかこんなことになるとは。
高岡屋デパートの美術部門を任されてる者として今回の盗難は痛恨の極み。いや、世界の美術史から見てもこの損失は計り知れないものでしょう。なあ、虻川君。はい、全くおっしゃる通りで。いやー、残念。実に残念だ。へえ、そんなに大事なもんだったんですか。お前ら。奪還屋です。いやー、遅くなってすんませんね、依頼人さん。でも、ちゃんと取り返してきましたよ、13枚目のひまわり。そんな、バカな。それは、火炎放射器で。はぁ、火炎放射器。一体何のことだろうな、銀次さあ。ああ、それから、他にもサービスでこれまでクレーマンに盗まれた絵も全部取り返してきましたからね。嘘だ。私はこの目で見たんだ。ルノアールもゴーギャンもそのひまわりも全部私がこの手で。あんた悪い夢でも見たんじゃねえか。残りの絵は駐車場の守衛さんに預けといたからちゃんと取りに行ってよね。じゃあそういうことで。毎度あり。どういうことですか、ハチスさん。知らん。私は何も知らん。知らんぞ。知らんぞ。知らんぞ。今のはほんの5万ボルト、大した電撃じゃないよ。でも顔面の筋肉が痙攣して仮面を剥ぐには十分だったかな。正体現しな、クレイマン。女の人。男だと言った覚えはないんだけどね。大した玉だぜ。ね、本物のアブカンは。二度と日本に帰ってこないなら命を助けてやる。そう脅して金をやったら尻尾を巻いて海外に逃げていったよ。ジープに乗ってた卑弥呼が事故った途端に男に化けたのも粘土を使った小細工だったってわけだ。その粘土で卑弥呼に化けさせたあの男を卑弥呼が特別工で操る。あとは事故った衝撃で仮面が剥がれりゃ男に戻る。すっかり騙されたぜ。遊園地でのことも同じだったんだね。バンちゃんと同士打ちして気を失う直前、頭の上から粘土の粉みたいなものが降ってきて、それで気がついたんだ。邪眼の方は偽物だったってわけだ。それを確かめるためにわざわざここへ。君たちは実によくやってくれたよ。奪還料の180万円を前金で支払ってある。何か不満でもあるのかな。いいよ、仕事は終わりだ。だがあんたに聞きてることがあった。せっかく盗んだ絵をこんな形で戻すことがなぜ永遠の奪還になるんだ。それにこの絵だ。この絵が本物なのかどうか理屈から言えば本物なわけがない。ハチスの絵の具が新しすぎるとか言ってやがった。だがそんな理屈を吹き飛ばすくらいの迫力をこの絵は持ってやる。言ったろ、絵については答えられない。こいつは俺個人としての質問だ。話をする前に一つ手伝ってもらえないかな。あ？彼らを日の当たる場所に出してやりたい。バーンちゃん、次、早く出るよ。これで終わりっと。さあ、話してもらうぜ。一体この絵は何なんだ。見ての通り、ゴッホが描いた13枚目のひまわりだよ。このもの。ゴッホは浮世絵に影がないのを見て
日本という国は影ができないくらい明るいのだろうと思ったそうだ。そして叶う限りの明るさを求め、南フランスのアルルに移り住んだ。キリスト教を信仰していたゴッホは、そこに尊敬するゴーギャンが芸術家12人を招き、ゴーギャンをキリストに、自分たち12人を十二使徒に見立て、芸術家の村を作ろうとした。だがやってきたのはゴーギャンただ一人だった。ひまわりの連作は使徒となる芸術家たちの部屋に置くつもりでゴッホが描いたもの。いつか来てくれると信じ、太陽の花ひまわりを描き続け、やがてゴーギャンとも別れ、ゴッホは数年後に自殺する。12枚のひまわりを残して。12枚、それじゃやっぱり。これはゴッホの死後の作品。彼が死後、自らの手向けに残した。死後ってどういうこと？まさか幽霊？ざけんじゃねえ、そんな話誰が。信じようと信じまいと、これは事実さ。ここにある名画は全て巨匠たちが死後に描いた作品。彼らがこの世への思い、無念の全てを込め描き上げたね。八つの悪意がバレた今、これらの絵はどれも偽物と判断されるに違いない。行き場のなくなるこれらの絵を、私は附属美術館の館長としてこのデパートに飾るつもりだ。大人も子供も自由に出入りできる。休憩室や喫茶店、階段の踊り場などにね。私の秘密のギャラリーに並べておいたのでは、名画たちを本当に取り返したことにはならない。名画は多くの人も見られ、初めてその輝きを増していく。そして何百年もの時が経つうちに、無粋な科学鑑定の結果は忘れ去られ、これらの絵が真の名画として認められる日がきっと来るだろう。私が望む永遠なる奪還とは、そういう意味なのだよ。こんな突飛な話、信じてもらえないだろうがね。ねえ、クレーマンさん。物は相談だがよ。いや、どうも。あれ、カズちゃん、どうしてここに？てめえ、何しに来やがった？それより、クレーマンの依頼は無事済んだんですか？え、カズちゃんがなんでそれを？ああ、まさか、糸で俺らのことを。なんだと？虻川がクレーマンの変装だって、すぐに分かりました？あ、クレーマンが実は女だったってのは？全部知ってるよ。ったく、油断も隙もあらしねえぜ、この糸巻き野郎。じゃあクレーマンの母親が霊媒師だったってことは？おい、今なんつった？クレーマンの母親は高名な霊媒師だったって言ったんですよ。間違いねえのか？僕の裏情報にかかってきた話ですからね、間違いありません。霊媒師って幽霊呼んだりする人だよね。じゃあやっぱりあの絵は幽霊が？違いますよ。あれを描いたのはおそらくクレーマンの母親本人です。いや、正確には母親の体を借りて芸術家たちの霊が描いたと言うべきでしょうか。きっとあのひまわりもゴッホの霊を宿したクレーマンの母親が。そう考えればクレーマンのあの絵画への執念もうなずけます。つまりあれらの絵は厳密には偽物ですが、込められた巨匠の魂は。もういいぜ。え？いいんだそんなことは、どうでもよ。真の芸術に説明はいらない。クレーマンの受け売りだけどね。おうおう、すっかりかぶれてきやがって。マスターもこれを見ればわかるって。そうそう。ん？じゃーん、名画。お前ら、それ
クレーマンからもらった奪還料で買っちゃった。お見ろよ夏に、180万だぞ、180万。うわすごい。ねえマスター、これお店に飾りましょうよ。お前らつけも払わぬ損だもん。Thank you.